北口亀岡駅は京都府亀岡市追分町谷筋にある西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅番号は JRE11。佐賀の線の愛称区間に含まれている。島式ホーム2面4線を持つ対比可能な地上駅になっている。京城駅舎を持つ。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、 佐賀の線区間である丹波口駅その米駅間の各駅を管轄している。愛古家利用可能駅。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。1番乗り場が上り本線、2番乗り場が中線、3番乗り場が下り本線、4番乗り場が下り、副本線であるが、2.4番乗り場は両方向の発車に対応している。 当駅始発の京都方面行き列車は大半が2番乗り場から発車するが一部4番乗り場から発車する列車もある。また、特急列車を待ち合わせる場合は、上りは2番乗り場、下りは4番乗り場を使用する。当駅は普通電車の半数ほどが折り返す駅で、快速や特急列車もすべて停車する。通常は駅本屋側から順番に乗り場の番号が割り振られるが、 当駅は旧駅本屋側から逆順である。新駅舎完成後しばらくは2番乗り場が使用停止のままとなっていたが、2008年12月14日の馬堀駅当駅間の伏線加工時の完成と同時に使用が再開された。戦中に建てられた駅舎が2006年2月まであったが、京城駅化工事のため取り壊された。駅舎改築工事中は京都側に 仮駅舎、仮湖線橋を設置して対応していたが、2008年4月に新しい京上駅舎及び南北自由通路の使用を開始した。改札口は京上駅舎内に一箇所、南北自由通路に面してある。京上駅舎と2面4線のホーム、南北自由通路と駅前広場はエレベーター上りエスカレーター2つの階段でそれぞれ連絡している。 南口の地上正面に待合室がある。トイレは改札内のコンコース南側と待合室横にあってそれぞれ男女別、車椅子対応の推薦式である。また、京城駅舎の完成に伴い、駅北側にも駅前広場が整備された。南北自由通路には公募により、のどかめロードの愛称が付けられている。 南北自由通路の北の突き当たりのドアを屋外に出たところには展望台が設けられている。改札のすぐ外側には玄亀岡市駅出身の石田、梅岩の座像が置かれている。また、駅構内では亀岡市の平和の歌、美しものや亀岡市の観光マスコットキャラクターである、明智亀丸のテーマソング、亀丸体操、あッはッはが定期的に流されている。また、 亀岡祭りが催される10月になると、山ぼこの林のメロディが流れる。2019年度の1日平均乗車人員は8749人である。一部の路線を除き南口から発着する。ありがとうございます。